それを一番最初に時間をかけてやるようにしています。でオンラインでの稼ぎ方、まあ、SNS を使った稼ぎ方とかですね、ブログとかメルマガ、まあ、LINE とか動画を活用したいというような声が、ありますね。で、まあ、海外移住のコンサルってことで、いろいろやってるんですけども、まあメルマガよりも今は LINE かなっていうところですね、まあ、到達率とか読んでもらいやすいとかですね、レスポンスをもらいやすいっていうところで、でサイトよりも今動画かなっていうところですね。こういった短い1分動画で集客用に使ってる人はほとんどいないんですよね、まだまだ。まあ僕が YouTube 本当に最初に始めた6年以上前でもまだまだ集客に使ってるって人は少ないので、少なかったんですけども、今でも少ないので、これは要は広告にみんな目が向くんですよね。まあ、YouTuber っていうの目立ちますし、みんな憧れたりなりたいってなんですけど、 YouTuber がそもそもレッドオーシャンなので、まあ、そもそも目指してはいけないかなというところですね。なのでこういった YouTube 集客っていうのを、コンサルとしてお勧めしています。